突撃。パッパラ隊は、松沢夏樹による日本の漫画作品。月刊少年ガンガンにて1991年4月号から2000年8月号まで連載された。全144話単行本全18巻、一人者より、真相版、全18巻。この項目では、続編である、逆襲パッパラ隊についても述べる。 鉄砲で撃たれても死ぬことのない不死身の主人公、水島は死神と呼ばれ、恐れられていた。そんな彼は、最も死に近いとされている、地の果て、最前線、地獄の最強部隊こと、パッパラ隊に配属になった。だがその部隊の正体は、実は、遊んでばかりのお気楽部隊であった。気真面目な将軍からこの隊を嫌う水島だったが、乱子や飛び影等との出会いもあり、 少しずつ現状が変わっていくわけもなく今日も彼はランコたちにいじられるのであった。オペレーション1からオペレーション38までを第1部。オペレーション39からオペレーション108までを第2部。オペレーション109からオペレーション125までを第3部。オペレーション126からファイナルオペレーションまでを第4部と。 大まかに分けることが可能。時期によって、ギャグの質などに変化がある。嫉妬マスクや少女漫画家志望の体調など、インパクトのあるキャラクターが続出し、作者自身も、スイカ頭のカレー好きとして登場する。ちなみに、コミックスの頭には、これまでの戦果として前巻までのあらすじが描かれるが、パッパラ隊が地形が変わるくらいの破壊を巻き起こすため、 毎巻違う地形が描かれている。一人社館、月刊、コミクレックスで2006年7月号より連載が開始された。前作のパッパラ隊からは、キャラも舞台も一新という形で描かれているが、作者の公式サイトによると、突撃、パッパラ隊の続編であるとのこと。設定は、突撃、の約200年後であり、この作品におけるパッパラ隊は、 スットンつ帝国への反乱軍という設定になっている。前作から引き続き登場するキャラクターは2009年11月、現時点では飛び影、シットマスク、王家のみだがメインキャラには前作のキャラと同じ名字のものが多い。第6話に登場した本能チャッピーから革命闘争によりスットンつ帝国を打ち立てた5人の姉妹が突撃。 最終回に登場した水島トランコの娘たちに告示しているが、詳細は不明。突撃。終了後の作者インタビューでは、今後、この続編を描く予定は、という質問に対して、もう十分描いたので、もし、描くとしても、パラレルワールドとかですかね。第2部からのパラレルワールドで、本編とは違い恋心を抱いてないマーテルが、ミラルカを裏切り、 発明品を駆使して、ご幸因下を乗っ取る話とかを描いてみたいですね。あ、そのパラレルワールドの未来とかでもいいですね。女装した水島に惚れて、本編でも使用していた相手を惚れさせる装置で、水島と両思いとなって、本編でも使用していた性別を逆転する薬で、完全に女にした上で、結ばれるとか、ダメですかね。と答えているが、結局続編を書いたらしい。 この作品は後にテレビアニメ化され、1998年10月3日から1999年3月27日まで、テレビ東京系列局各局にて放送された。全25話。制作はテレビ愛知が担当。本来、銃撃戦や過激なノリのギャグが売りの本作だが、アニメ化にあたり大幅に修正された。株式会社、QB q 編。 ゲームボーイクソゲー番付マイウェイ出版発行2017年 ISBN 9兆7848億6511万 7790P46 逆襲パッパラ隊に関するカテゴリーありがとうございます